もう体調は先生と注意したら治っちゃった。怪我かよ。だってな、先生とイチャイチャしてたから今寂しかった。ねえ先生、ここで気の水着しよう。誰か来たらどうすんだ。授業中だから大丈夫。先生だって気持ちよくなりたいんでしょ。だから昨日会いたいって連絡くれたんだよね。